はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。松井先生の大好きな賄賂政治家田沼ですね。はい、こちらにいます。はい、ということで徳川家治ですね、10代、9代ちょっと飛ばして10代の徳川家治の時にですね、はい、こちら蕎麦用人から老中になったということですね。まあこれ、まあ、どのくらいえげつない出世かということになったんですけど、まあ簡単に言うと、まあアルバイトのリーダーぐらいからですね、まあいきなり国のトップになったみたいな、意味わかんない状態ですけどはい、蕎麦用人から、まあ、老中種間置き継ぎになりました、置き継ぎが、まあ、出世しましたよみたいな感じだと思っておいてください。はい、まあ、これが、まあ、田沼意次なんですけど、まあ、この人がもうなんか宇宙人みたいに、まあ、私は優秀だと思うんですけど、まあ、非常に評判の悪い人ですね。はい、未だに評判悪いですからね。はい、私はもう大好きなんですけど、はい。ということでね、私は言ってみてね、はい。国を変えたければ悪人になれということですね。はい、あ、違った。次回以降ですね、田沼意次の政治についてしっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。